はい、それでは古典ラジオ番外編を始めたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。今回のテーマは何でしょうか。今回のテーマはですね、まあ、ちょっと漠然としたテーマなんですけど、はい、うん、人間の知性について考えてて、いいね。人間の知性ってなんか僕たち知性っていう単一のなんか能力みたいな印象があるけど、うん、けど本当はいろいろな種類の知性があり、うん、かつ多くが今の僕たちの社会ではあまり評価されてないんじゃないかみたいな。あ、めっちゃ面白いですね、うん、例えば他にどんな知性があると言える。例えば僕たちが今すごく大事にしてる知性って言語性の高さとか、うん、論理性の高さみたいな、なんかロジカルシンキングとかもてはやされてますもんね。そうそう、うん、だと思うんだけど、うん、ほら僕たちが大学生になったくらいって多分ブログサービスみたいなのが出始めた時っていうか、うん、みんなブログ書いてたと思うんだけど、しばらく経つとツイッターが出てきて、うん、でツイッターが出てきたことによってなんかその短文でしか読み解けないみたいな、うん、人間がバカになったみたいな話が出たし、うん、その後そのインスタグラムが出てきて、うん、あの写真ばっかり上げて、あの文字を読めないバカになったみたいな話が出たし、うん、その後 TikTok が出てきて、なんかもう動画ずっと見てるみたいな、うん、で何の本も読まねえし何の文字も読まねえ、どんどん人間の知性がダメになってるみたいな意見って、うん、まあ一定あると思うんだけど、ね、うん、それ違うんじゃないかなっていう話で、ほうほう、僕は写真家の方と話してた時にクラブハウスで、あのその方がおっしゃってたのは、うん、インスタグラムっていうのはかなり複雑な情報をコミュニケーションしてるっていう話をしてて、写真の中には多くの情報が詰まっていて、それをみんなやり取りしてるんだよっていう、その話を人は言ってた。非言語のやり取りをしてる。そう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 ですか、うん、多分その写真の中に何が映り込むかとか、どのような構図であるかとか、どのようなフィルターが使われているかとか、そのどのタイミングで写真が、あの例えばその2日前の写真をこのタイミングで上げるとか、その今この瞬間の写真をアップロードするとかで、うん、多分その写真の持つメッセージ性みたいな変わるみたいなことだと思うんだけど、みたいなのがあるっていう話をしてて、でその方は、私は TikTok でコミュニケーションされていることはよくわからないんだが、TikTok は Instagram よりさらにいろいろな情報がコミュニケーションされていると思いますと。なるほど。でその方はなんか世代論みたいな感じで言ってたんですけど、うん、若い人は TikTok でその上の世代はインスタグラムでみたいなことを話されてたんですけど、その話を聞いて僕が思ったのは、多分世代じゃなくて人間の知性の特性みたいなのがあって、はいはい、そのコミュニケーションとしてすごいフィットしたツールをみんな使ってるんじゃないかっていうことを思ったんですよ。そうすると TikTok でものすごくリーチするようなものを作ってる人っていうのは、その TikTokで使われるような知性を使っているのであり、それはツイッターで使われる知性とか、ブログで使われる知性とか、ノートで使われる知性とか、本で使われる知性とかとか、多分ちょっと違うんじゃないか。それを僕たちってその階層性と思ってるけど、なるほど、その上下関係のある序列関係のある階層性じゃなくて多様性なんじゃないかっていう、並列のね。だからその例えばだけど、その、うん、コミュニケーション中に相手の表情を見て、その表情から相手の情報を読み取る力みたいなものも知性の一つだっていうことだよね。そうそうそう。まあそれが例えばそういうものの知性が高い人っていうのは、ツイッターよりもインスタグラムを使ったりする可能性が高い、高いみたいなことを言ってるってことだし、確かにそうだよね。その僕たちが今知性と呼んでる知性って、脳の言語野で処理されるようなもの、情報処理を知性と呼んでいるんだけども、画像処理をするときや、動画を見てそこからさまざまなメッセージを受け取るみたいなことをするときも、同じく脳のどこかを使ってるわけじゃんか。でその脳の部位によってこっちの方がなんか高いみたいなことを言うのは確かに違うよね。確かに確かに。でもう一つここで指摘できるのは、僕たちの社会っていうのはその言語性とか論理性とかにものすごく特化した、それ以外の知性を原則認めないみたいな社会だから、そうだね、そのそこで知性が認められてない人みたいなのが、社会的にビハインドな状態に置かれてるのは多分あるだろうなっていう、だからこそその序列関係を持って、さあ青柳さんやんけ。青柳さん言語性高いじゃないですか。言語性高いけど、なんかほら僕たちが持ってない知性持ってるじゃん。持ってるね、持ってるね。だからその違う社会に行ったらもっとすごい崇め奉られてるかもしれないぐらい凄まじい何かの知性を持ってるけど、
確かに知性みたいな感じでカウントしてないから、うん、なんかバカキャラみたいになっちゃってるもんね。そうだと思う。だから例えば僕たちが田川という社会の中の到達では、うん、多分全然生き延びられないみたいなことがある。そうだよね。でその狩猟採集社会における、うん、例えばほら空間認識能力とかも、うん、あの知性だから、うん、ね、ほら深井くん車の運転できないじゃん、うん、だからめちゃくちゃ知性低いんだ、うん、狩猟採集できないと思うから。確かにね、うん、狩猟採集社会だと採集はできるやろ狩猟はできんかもしれんけど、うん、けどほら森の中でどこにどのような植物があり、うん、あの把握してそこにたどり着けないみたいなことが起こるんだ。そう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 、でたどり着いた後は帰ってこなきゃいけないとか。そうだね、うん、悲しいなでも深井くんの場合は僕から見ると、うん、でも危険察知能力は相当常人の人からある分野においてすごく敏感に働いてるから、それもまた狩猟採集の社会における結構重要なスキルなんじゃないかなって思う、ね、野生の感的な話。そう、なんかイノシシが来るかもみたいな。いやそうだね、だから例えばある状況を見て自分とかだったら、うん、ああなんか大変なことが起きたなというか、うんうん、でも深井くんの場合は同じような状況を捉えてもこれはかなりクリティカルな問題が将来的に起きるんだぞっていうふうな具体的な創造性をすごくそこに発言できる。社会に対してはそうかもしれない、状況とかシチュエーションとかに対してね、うん、論理性の高さだと思うんだよね。あ、これが起きたらこうなる、これが起きたらこうなるみたいな将棋みたいな感じですごく先の手まで見えてるっていうのは僕も感じる、うんうんうん、僕も感じるけど、例えばその森林の密林の熱帯雨林の中での危険察知能力って違うじゃん。あ、確かに、うん、そうですね、それはない気がする。怪我とかするしよ、うん、あけど、うんうん、音とかにも敏感だからね。音敏感だけど情報として受け取ってない、うん、あの音だと思ってる。あ、それが意味を持つっていうことはあんまりしてないので、うん、僕の父は山歩きする人なんだけど、うん、一緒に山歩いてるとやばいもんね、うん、何が見えてるんだろうみたいな感じだもんねあの、なるほど、うん、経験もあるよね。だからその知性を育てる経験をしてきたかっていうこと、うん、あると思う。トレーニングだよね、うん、けどそれも一つの知性だというカウントをするっていうことだよね、うん、そうそうそう、それすごくいい考え方だと思ってて、うん、やっぱりそれを全てが知性っていうカウントであることが、うん、その僕たちの社会が言語性のみを知性と思ってるっていう、うん、その落とし穴から外れる一つのなんていうか、うん、トリガーだなって思うんだよね、うん、なんかあの、うん、みんな違ってみんな良くて、うん、で頭がいい人とそうじゃないタイプの人がいるじゃなくて、うん、違った頭の良さだっていう話になるわけじゃん。その空間把握能力とか、あとはその体を自分の思った通りに動かせるみたいな運動神経って今呼ばれてるやつが、うん、それも脳の作用なわけだから、ね、それって一つの知性だよねっていうカウントをすると、うん、この運動神経のいい人は頭がいいんだっていう話になるよね。そうだね、うん、で言語的な頭の良さとか、うん、その数学的頭の良さとか、うん、なんかそれが本当に多岐にわたっていて、うんうんうん、それは全部頭がいいってことなんだっていうのは、あ、確かに、ね、頭の良さだけに偏重してるからね今の社会。うん、そうだね、言語やとあとロジカルシンキングとかね、うん、だって本屋さんとかでほらさ知性を伸ばすとかさそういうタイトルとかよくつけられるじゃない、うんうん、あれよくよく考えてみると多分同じ知性を言ってるんだろうな。そうだ、ね、ロジカルシンキング、クリティカルシンキング、そうだと思う。あと言語屋での処理とかさ、なんか言語化がうまいみたいなのが褒められる対象になるじゃん。ですね。けど言語化がうまいかどうかなんて本来的にはどうでもいいじゃん、うん、それを思いつくかどうかの方がすごく大事じゃない。で別に言語化できなくてもやってる人はいっぱいいるみたいな。うん、だから社会によるんだろうね。その狩猟採集時代にさ、うん、どんだけ言語化うまくても、うん、いやお前狩りしろやみたいな話になる確かにけどその今の社会って狩りとかしなくてよくなってきてるので、うんうん、言語化をすると多くの人が動くみたいなことが、うん、なるほど、もてはやされるっていう社会だからだろうね、うんうん、文明ができてからかな、うん、社会構造とか生産経済体制の ね、 そうだね、変化によって求められる能力があった、うん、だから どの知性がレバレッジが効くかって話だと思ってて、うんうん、そのレバレッジっていうのは掛け算ができるかだよね。なんか一つの活動に対して連鎖的にいろんなことが起こるみたいなのが、うんうん、多分言語領域の知性がこの社会だとレバレッジがかかりやすいと思われてんだろうね、うん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 、実際は、うん、そうじゃない可能性があるよね。だから一人の人間の中にもっと多様な知性とか、まあ宅地的に言うと才能があるはずなんだけれども、うん、それが見つけにくい、見つけにくいし、例えば
人の表情を読む知性みたいなのが強い人みたいなのがまず僕たちカウントできてないじゃん、うん、なんとなくわかるけど、それが例えば IQ みたいな形で数値化もしてないけど、もしそれが IQ とかで数値化されたら、その知性を使って面接をしたりすると多分本当圧倒的パフォーマンス出るんだけど、そういうことを僕たちが理解してないがために頭がいいやつを配置して、だけどその頭がいいやつは全然人の表情を読めないやつでフィニッシュみたいなことが多分起こってる。なるほどね。頭のいいやつか何らかの資格試験に合格したやつをとりあえず基準として採用するみたいな。だからすごくロジカルシンキング知性に偏重しすぎてるがために、うん、他の知性で達成した方がいいことすべてをロジカルシンキング知性の人に任せるみたいな社会構造になっていて、でかつその自分が持ってるものを知性と認識しないから、その表情が読めるとか運動神経がいい人が育てていこうみたいな概念にもならないし、それを使ってその市場経済上で労働していこうみたいな概念にもならないので、あの社会的ビハインドが発生しやすいみたいになるよね。なるとっていう話だったね。それその通りだろうね。そうだと、面白いな。なんで室越さんはこういうことを最近考えたんですか、多様な知性があるっていうこと。海君の本を出すのはちょっと大変だったじゃないですか、何回か依頼としたし、で深井君のね歴史思考、すごくいい本だと思うんだけれども、アイデア段階っていうか、まあ、取材の段階っていうか、話し合ってた時っていうのは、もうちょっと複雑なことを言ってたし、もうちょっと遠くまでのことを言ってたんだけれども、でそうするとやっぱ本を読む人っていうのがどういう人かっていう話になって、で日本ってほら歴史的に識字率が高いみたいな話になってるけど、まあ、果たしてそうなのかみたいな、で例えば武士階級の人は文字を読めたけど、多分江戸時代の武士階級って 5% ぐらいだと思うんですよね、そうするとあとはその豪農の人とか豪商の人とかが文字を読めたとして、まあ、全体の中で 10% はいかない、多分 7-8% ぐらいの人だけが文字を読み、本を読み、その本を基づいてロジカルシンキングをするみたいなことをやってたんだと思うんですよね。でこれがフランスの社会学者でピエール・ブリュルっていう人がいるんですけれども、その人が文化資本っていう考え方をしていて、その人間はその経済的資本だけじゃなくて、その親がどういうふうな文化的な財産を持っているか、例えば音楽を聞くとか、本を読むとか、文字を読むとか、オペラを見るみたいな、家に蔵書があるかどうかですよね、みたいなのを子供っていうのは基本的に引き継ぐんだっていう考え方なんだけど、それもしこの2つの事実っていうか2つの考え方っていうものが接続できるんだったら、日本って多分そう 5% とか 7% の人だけが本を読み論理的な、こう考えをするっていう文化を持ってる、親から継承された文化資本を持ってるのがそれぐらいの割合だっていう話。そうでそうすると、例えば本って日本で言ったら今1万部売れたら結構売れたとか、10万部売れたら結構売れたみたいな、日本の人口って1億3000万人いるのに、その10万部しか本って売れないのかみたいな話になると、この話っていうのがちょっとメイクセンスしてくるっていうか、本を読み論理的思考能力を持つみたいなのがやっぱそういう一部の社会の一部の人たちなんだけれども、僕たちっていうのは学校教育とかメディアとかを通して、それがあたかも人間の標準であるかのように考え、なるほど、でその標準でない人をあたかも劣った人かのように捉えるみたいなのをやってて、これが結構多くの問題を生み出してるんじゃないかなと思う。そうな、そうだと思う、本当にそうだと思うけど、なんかやっぱ民主主義が変わるよね。そしたら民主主義が変わるね、民主主義も変わるし社会福祉みたいなのがやっぱ変わるべきというか、例えばそのお子さんがいる人と話した時に、行政って結構いろいろな子育てのサービスを提供してるんだけど、そのパンフレットが結構難しい、でその読むのが大変みたいな、でそのお母さん仲間みたいなのと、その子育てしてる世代みたいなのと話した時に、自分はそのパンフレットを理解してるんだけど、その同世代のお子さんがいる家庭が、パンフレットの内容をほとんど理解していないみたいなことがあったりとか、例えばその刑務所はなんかちょっと僕も正確なデータじゃないんだけれども、刑務所に入られてる受刑者の方の平均 IQ ってその
100より下なんで、ね、80とか70とか言われたりするよ ね、 よね、70、80の間ぐらい、ねうん、70とかだと結構なんていうか境界性っていうか、そうだ、ね、知的障害との境界だよね、うんうん、になってくるから、そうするとそれって結構やっぱ社会の構造上の問題じゃないかっていう話になってくるよね、うんうん、あのこの一部の知性だけを重視した社会だから結果としてそこにしわ寄せがいってて、うん、そうだね、でそのそうそこにその犯罪に押し込めてるみたいな、うんうん、あのことにやっぱなる、そうですね、10円のパンを3回盗んだから刑務所に5年入ってますみたいな話とかになると、まあ果たして大丈夫なのかみたいな、確かにね、うん、だからまあ今の複数の知性という概念でその社会を設計しようとすると、うん、いろんなことが変わっていく可能性があるよね、うん、その議論の場はこういう議論の仕方でいいのかとかも変わっていくし、うん、議論なのかっていう話になるし、うん、もう一つはね、あとはそのさっき言ったパンフレット、情報の伝達はこれを標準にしていいのかっていう、うん、そうだね、でおそらく今の話の決定的になんか面白いっていうかやばいなと思ったところは、うん、7-8% しかいない人が標準なわけだよね、うん、標準とされているってことされてることなわけだよね、だからそれってさ、要は、その文章を読むみたいなのが得意なタイプの人とか、うん、本を読むみたいなことが得意なタイプの人たちが社会的な上位層に行って、うん、でその人たちが自分たちをスタンダードだと思って、もしくは優位種だと思って、うん、自分たち用の社会を形成することによって、うんうん、もしかしたら6割ぐらいは、うん、画像認識が得意かもしれない社会なのに、うん、それの6割に配慮しないみたいなことが起こってる可能性を示唆したよね今ね。示唆した。そうだろうね。うん、その可能性あるね。調べたら面白いと思うよ。うん、確かに。だから行政とか、うん、そういう風に伝えていった方がいいかもしれないし、端的にそれが、うん、あの正しっぽい可能性があるのが、うん、広告がそのようになっていってることだと思う。やっぱり。うん、あ、というのは多くの人に届けようとすると、うんうん、それは論理や言葉ではないもので届けているっていうこと自体が、実は大多数はそうではないということを示唆していると。なるほどね。最初から。うんうんうん、いやすごい、うん、なんか分かってたようで分からなかったことだねやっぱね。うんうん、みんなね感じてたと思うんだけど。そうね。うん、やっぱり優位に置いてるからだろうね。うん、その知性があの同列ではないという発想から全て展開してるからだろうね。うん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 、これは同列だって感じると。うん、なんでそんな論理偏重させてそうするんですかみたいになるんだけど、うんうんうん、そうだね、うん、そうだね、だって我々の身近にいる樋口さんも知性めっちゃ高いのに文字が読めないじゃん、うん、そうだね、うん、それもだから俺ら本が苦手だもんね、そうそう本が苦手で、うん、で自分もさそのもう昔とか、まあ、自分も勉強できた方だったけれども、うんうん、まあ、本が読めないとか文章が読めない人とか普通に頭悪いんじゃないかなって普通にそういった偏った考え方だったけど、うん、そうだね、うん、やっぱ大人になっていろんな社会にいる人たちと付き合ってみて、樋口さんとかも含めてさ、うん、あ本当にインプットの特性の仕方ってみんなそれぞれ多様なんだなというのはやっぱり体験として気づいたのがやっぱり大きな転換点だったね。インプットの情報タイプによってそれが脳の中での処理のしやすさとコストとかが多分全然人によってバラバラなんだよね、うんうん、まあ、文章とかだとそれを摂取するデバイスである眼球の動きみたいなのにだいぶ規制されるらしいんで、なんか眼球の動きをこううまく上下にできない人とかが本を読むのが苦手な人らしい。そうなんだ。あのそれはあの学習障害とかの研究でそういう話が出てきたりするんだけど、うんうんうん、LD ね、うん、LD でね、うん、だから頭が悪いんじゃなくて、うん、その要は身体的な話でデバイスがそういう動きに慣れてないとか適してないとかによって、うんうんうん、でもそれを強制されるインプット方法だから、うんうん、その壁が越えれないみたいなことが起こってる可能性があるっていう指摘があったりするんだけど、うん、なるほど、まあ、それちょっと枝葉の話だったんだけど、うん、まあ、でも本当に僕たちが意識今後し始めて仮説を立ててもいい知性の一つだと思うし、うん、これに気づくことによってやっぱ、うん、あのね、まあ一つやっぱりね、僕あのメンバーのタカチンいるじゃん、うん、そうね、タカチンね、あの今取締役になってくれてるんだけど、うん、タカチンの知性ってすごくやっぱりその彼ロジックだよ、ちゃんとロジカルに喋れるんだけど、うんうんうん、すごい違う知性持ってるやっぱ、その一般的な会社の中で、うん、まあ、もちろん評価される知性の一つだとは思うんだけれども、うん、そのいわゆる王道の知性と違う知性を持ってるというのがもうものすごく分かりやすいタイプの人だと思ってて、うんうんうん、めっちゃなんか情報量を受け取ってるのが多いわけやっぱり。そうだね、うんうんうん、それってさ、僕たちが本を読んで、うん、この本から一気に情報を受け取れるみたいな話と多分本当に一緒で、うんうんうん、あの人の
表情とか、うん、第一声とかだけで、うん、だから俺らもそうじゃん、もう目次見るだけでちょっと分かるみたいなところあったりするじゃん本で、うん、あれを多分タカチン人間に対してできてて、うん、でその一次面接の、うん、まあ、これ言うと面接受ける人ちょっと嫌になるかもしれないけど一次面接最初の1秒とかで分かってるらしい、もうやっぱ、うん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 、いやそれすごいなと、うんうんうん、で確かにで本当に自分が40分とかかけて分かることが本当に1秒で分かってるっぽいよね、うん、僕から見て、確かに僕もそれは感じる、なるほど、一緒に面接入ってるから今だよね、うん、でそれが一つの認知できてない知性の一つだと思う、やっぱりそうだろうね、あのその存在をすごく強く感じる。であと青柳さんね、うん、青柳さんの知性も僕たちが一般的に、うん、それこそハーバード大学とかの人が全く分かってない知性の一つとして多分存在してて、うんうんうん、強えなって感じがする、うん、活用できてないよね、その社会がね、社会がね、そのその知性があるってことが分かってないがためにめちゃくちゃ有用な知性なのに使えてないんだよね、うん、社会実装できてないから、ああいうのを認知し、うん、まあ、計測するかどうか別なんだけど、まあ、ある程度高い人は高いっていう認知ができ、うんうん、でその合意形成が社会でできた上で、うん、社会実装する方法とかが分かってくると、うん、多分やばいぐらいすごいことになっていくみたいなことが、うん、万人に対して本当はあるはず、そうだね、うん、いろんな乗り越え方があるよね、うん、いろいろあるけどマッチングするにはちょっとプロセスがありそうだもんね、そうだよね、うん、で社会福祉の人とか多分こういうこと言ってんだよおそらく、そうだね、うん、社会福祉領域の人たちって言ってるけど、うん、あのなんかうまく届いてない、そうだ、多様な才能とか、あのそうだよ、ね、あのニューロダイバーシティとか ね言ってるからね、言ってるよね、うんうん、多分この感覚の可能性があるよね、うんうん、だって実際に接さないとやっぱね、いや本当そう、うん、で俺ね本当に一つだけこれ前も言ったかな、言ったかもしれないけど、うん、障害施設で作ったことがあるわけ、うん、そうだよね、事業としてね、事業として立ち上げたことがあって、うん、で今もう結構大きくなってきたんだけど、ある会社でねやってたんだけど、あれはねやっぱり行かないと絶対分かんない、もうこれは、うん、あのなんていうかな、福祉の領域なんだけど、うんうん、もう動いてる OS が全然違うビジネスと、うんうん、でもうゴリゴリのスタートアップベンチャーでやってきたから、うんうん、全然分かってなかった、やっぱあそこにも行ってみて働いてみたら分かるけど、使う知性が全然違う、うんうんうん、あの場に行って論理思考なんかしても何の役にも立たない、うん、本当にコスト計算しても何の役にも立たないっていう話と感じる価値みたいなのが全然違うから、うんうんうん、あれはね、あの福祉領域は実は僕たちの社会に内封された一番分かりやすい別の知性を使ってる社会だと、うんうん、そうなんだよな、僕がこの発想の種を得たのは僕の先輩が卒業研究で養護施設における文化みたいなことを言ったんだよね、はいはい、養護施設におけるあのやり方っていうのは一つの文化なんだって、うん、その方は卒論に書かれてて、うん、で養護施設でずっとアルバイトをされてたんだけど、うん、でなるほどなと、そう で僕のディスプリンがやっぱ文化人類学だから、うん、その何かを文化と見るっていうやり方があって、うん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 、そうするとその文化で、はいはい、あの使われる一つの知のあり方、知性のあり方っていうのがやっぱ見えてくるみたいなものがやっぱ今回の気がついたことにつながっているっていうのはあるね、うん、あるね、うん、なるほどね、いや、うん、でもなんかやっぱり人類って愚かだね何も分かってないね思わん、知性さえカウントできてないんだよ、そうだね、うん、なかなかでも難しいことでしょうね、僕たちがやっぱ自分が何を喋っているかとか自分が何を考えているかっていうのに、例えば自分が何を見ているかみたいなのに、うん、やっぱあんまり注意を払ってないっていうか、うん、この間、うん、あのちょっとまた会社の個展の別の授業の話をしてた時に、うん、問題を発見するっていうのはどういうことかみたいな話をしたんだよね、はいはいはい、うん、でビジネスアンソロポロジーみたいな、あのビジネス人類学みたいなのがあるから、うん、その人類学的な手法におけるその問題の発見みたいなのがあるんだよっていう話をした時に、うん、僕が例えばその会社に入った時に会社がどこにあるかとか、うん、会社がどのような大きさの建物であるかとか、その照明がどういう風であるかとか、うん、その社員の配置がどうなっているかとか、うん、小物がどうなっているかとか、うん、で僕たちがその会社のどこの部屋に通されるかどうかみたいなことで、うん、そのかなり分かることがあるんだみたいな話をした時に、はいはい、そのコンサル出身の人たちっていうのはやっぱみんな驚いたわけで、うん、そういうふうなものの見方をしてない、そうするとコンサルの人たちが見ている世界と、うん、その
例えばその人類学バックボーンの人たちが見てる世界っていうのは全く同じものを見てるんだけど、うん、全然違うものを見てる、うん、みたいなことがあった時にやっぱり全然違う知性を使ってて、うん、でどっちがいいとかじゃないじゃない、うんうんうん、本当そうなんだよ、うん、みたいなことがあるよねって思ったね。でもやっぱりその複数の知性を使うっていうことが大事だと思うんだよね。その、うん、今までさその、ね、身体能力知性だけ使ってる時もあったし、そのリーダーシップ系を発揮できるような、うんうんタイプの知性だけを使ってる時代とかも多分あったよね、うん、戦国時代とかそんな感じだと思うんだけど、うんうんうん、そのやっぱり歴史を通して見てて、まあ、その時代によってどの知性が重視されるかみたいな狩猟採集社会とか、まあうんうん、いわゆるマルクスの言うところの生産体制に多分司られてる可能性とても高いと思うんだけど、うんうんうん、そういう風に別々のものになってきたっていうのを通して見て、やっぱり全部大事だろうって思う。そうだね、よね、うんうん、でその今みたいな比較的自分たちで考え、うん、この社会をその変えていくみたいなことがそれぞれの人たちに権利として渡されてる社会の中で、うんうん、何か一つの知性だけを使って引っ張るみたいなことをする必要が多分全くなくなっちゃってるから、うん、そうだね、うんうんまあ、合意形成が難しいけどね、うんうんうん、ただその複数の知性をやっぱりその顕在化させていって、うん、それをうまくその相互理解して、うんうんうん、こう定山にしていくみたいなことができると、うん、多分その今までの人類に全くできないレベルのことができる可能性があるよね、うんうん、なるほどすごく思う、うん、なるほどね。教育の歴史の時にねやったと思うけど、やっぱその文字と数字を扱うということが、うんうん、その行政システムの最も根幹であって、それが3000年間これやってるから、それを最も重要なスキルとして僕たちこの社会でも使っちゃってるんだけど、本当にねそうなのかみたいなことは今問えるよね僕たち。そうだね、やっとそのテクノロジーも進歩してきたし、ね、TikTok とかで伝えてもいいもんね政策を。そうなんだよね、究極ね、ね、うん、それがなんかレベルが低いみたいな考え方が知性の違いを理解してないっていう話になるし、うん、だってね、キリスト教が布教するために絵を描いたぐらいですから ね、そうだよね、確かにね、その通りだよね、音楽とかね、いや音楽も知性だよね、やっぱりあれも確実に一つのね、本当そうだな。だって歌うまいか下手か分かんない人いるもんね、うん、分かる人は全部分かるし、うんうんうん、面白いな。いやいいんじゃない、なんか こういうことをやっぱりビジネス領域にこう普遍させていく役割を担いたいよね、うん、我々は。そうだよね、なんかねもったいないことをしてる人がいっぱいいるんだろうね。そうだよね、うん、もう全員を立ち止まらせたい、ね、田川にでちょっとねお泊まり体験とかしてもらいたいねこれが違う知性だ、違う知性でいやでもで自分の体験をに多様性を持たせる努力はねする価値はとてもあるかなと思う、ね、それは大学の時の人類学の、ね、授業ですごく学んだところですよね、まあうんうん、そうかもしれない、うん、なんかやってみないと分かんないよね、なんかそのやってみて感じてみるとその効果と自分の人生に対する影響みたいなの初めて分かってくるから、うん、それをやるというコストを払えるようになるんだけど、ね、なんか一回もやったことない人がやるコストって結構高いじゃん、まあ、ね、特にコスト高いじゃん、そう今の話でコスト払えって話だから、うん、自分の知性外からを体験してくださいってコスト高いよね、うんうんうん、心理的にも時間的にもコストが高い、金銭的にもおそらくそんなに安く、うんうん、ってなると多分ハードルは高いんだけど、やっぱさっき言ったけど今の時代の人たちはやった方がいいなって強く思う、うん、そうだね、特に多くの人と一緒に働くか動かす立場の人たちは複数の知性を内封するっていうことができる人こそがそのような立場になる可能性が高くなっていく気がする、うんうんうん、じゃないと活かせないじゃん、うんうん、ね、確かにね、僕今のそのお金の話とか時間の話とかあったけど、うん、やっぱ一番身近でいっぱいいる他者って子供だと思うんだよ。ああそうだね、うん、子供を、僕子供いないし子育てしたことないから、まあ、何とも言えないんだけど、うん、僕あのインスタグラムで子育てエッセイ漫画を読むのが大好きなんだよね。そうでいっぱい読んでるんだけど、あであの同世代の子育てしてる人から話聞いたりとかするんだけど、はいはい、子供はやっぱ複数の知性使ってるなっていう感じすごいするんだよね、もともと内服してる。なるほど、うん、だからそれが多分その教育とかでこう編成されていくんだと思うんだけど、ね、成長過程の教育で絞られたり落とされたりしてるんだね、うん、その複数の知性。そうかそうか、うん、でも正直動物見てても思うからね、うん、違う知性を使って、だからやっぱり、うん、あのこちらがイライラしてるとか、うん、ダイレクトに理解してるわけじゃん。そうだね、うんうん、子供とかもよく気づいてるから、そうだよね、うん、あの知性がなんか
ロジカルという知性に塗りつぶされるみたいなことが起こってる可能性があるよね。確かに消さなくていいその知性、うん、そうそうそう、性の時の歴史みたいにさ、知性もさ社会的によって規定されてるんだろうね、まあ、その選択されてるんだろうね、そうプライオリティつけられてるから、ね、うん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 、強制的に選択されて、うん、させられてる状態になる、うん、子供をよく見るとかで多分異なった知性みたいなのが多分よく分かってくるね、その観点で見てみるといいかもね、うんうん、そうだと思う、うんうんうん、いやそれ本当そうだ、だから障害者の人見るとかでも多分ね、知的障害者の人と一緒に過ごすとかでも分かる可能性があると思ってて、一番僕たちが知性としてカウントしてないから知的障害って言ってるわけじゃん、うんうんうん、けどそこに内封する別の知性みたいなのを見出してくると、うん、多分すごい知性の多様性みたいなものに気づく可能性があるよね。そうだよね。それやっぱり脳で処理してるからそれができてるわけであって、うんうんうん、ないしは脳じゃない可能性もあるけどね、今もう人体って脳だけで処理してないって言われてるから、うんうんうん、けどその体のどこかでその処理する部分で処理してるわけじゃん、うんうん、っていうその別の知性がその言語屋ではない処理が自分より卓越しているみたいな現場を見るみたいなことを皆さんもやってみたらいいかもしれないですね、うん、ね、多分得るところがあるだろうね。そうだね、うん、けど古典言語屋の人ばっかり探してる偏重してるよね、うんうん、ノーダイバーシティですわ、うん、やばいね、うん、言語性と論理性が高い人ばっかり集めて ね、まあ、まあまあでも社会全体でどの役割を担うかっていうのもあるからね、そうだね、うんうん、古典という会社がね、そう、うん、この知性を司る人たちとして出てくるみたいなこともあるので、うんうん、絶対悪ではないがクリエイティビティはなくなっていくよね、うん、そこに別の知性を混ぜないことによって、うん、そうね、それを担保してるのがブックさんじゃないかなと思うんだよね、まあ、とかヤンヤンだけどね、一つはね、あ、うん、古典ラジオにおいてはやっぱりヤンヤンはその別の知性を担当しているというカウントを僕は、うんうん、俺もねその自認識はある、うん、やっぱ感性が知性とは自分では言えないけどね知性じゃない、知性、いや知性じゃない、だから今の話だ、ね、うん、今の話だと知性だ、別の知性っていう話になるので、うんうん、見方が全然違う知性だと思うので、なんかそうだろうね、確かにな、古典にも今のエッセンスは入れるべきだ ね、 そうだね、別の知性をもう少しちゃんと入れて、うん、それを認知すべき、まず認知してないとなんか扱えないから、やっぱりこれ有意識論でさ、うん、認知しないとないから、うん、認識しないものは存在しないことになるから、うんうん、まずあると思わないといけないんだよね、 そう、だからそこにやっぱり余談が入りがちっていうか、うん、価値判断を入れすぎなんだよね、そう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 、現代の子供だから分かってないとかになるわけだよ ね、 そうだよね、けどそこにはそこの論理性とか知性とかがあるんだから、うん、みたいなことをやめるってことだよね、うん、この人の言ってること分かんねえなと思うけど、うん、分かるまで聞くみたいなのがやっぱ多分、うん、まあ、違う知性を見出すまで観察ないしは体験する、うんうんうん、一緒にいるとかね、一緒にいるの大事だよね、うん、あれも本当にもうこれも繰り返しになるけどさ、最後のその福祉施設も一回行っただけじゃ分かんなくて、うんうん、やっぱある日いきなりあのヘレン・ケラーの水分かるみたいな分かり方するよ、うんうん、本当に急にバーンって分かって、うん、あこういうことかみたいな、なんか分かったことがあって、うんうん、その時分かったのはね、なんかこれもどっかで言った覚えあるけど、うん、シンプルに可愛いからいるんだなって思った、うんうんうん、これだから説明できないよ。わ、ね、かるかな。いやいや、わかるかもしれない。知的障害者か障害者じゃないかとかもう全部超どうでもよくて、うんうんうん、可愛かったよね普通に、うんうんうん。その子供だったんだけど、うんうん、可愛いみたいな。でずっとね、僕にね、あの今日何飲んでるのってずっと聞いてくる女の子がいて、うんうんうん、もう 毎回聞かれてた。うん、会うたびに、うん、今日何飲んでるのって、いやお茶飲んどるよみたいな。うんうん、毎回答えてて、なんで聞くんだろうなとかも、まあ思いつつ、まあお茶飲んでるよってずっと答えてて、うん、今日はポカリスエットだよみたいな感じで答えてたら、うん、ある日急に多分十何回目ぐらいでいきなり、あもうなんかすっごい気づいたね何かに。うんうん、言語化できないよそれが。あ、信仰ってこんな感じかもね、うん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 、なんかすごい価値があるものに気づいたわけそこで、うんうんうん、聞かれるということね、聞かれるというか存在の価値を気づいたわけ彼女がね、そう、うんうん、ああもうなんか障害があるないとかすげえどうでもいいんだってすげえよく、うん、もう理屈では分かってたよ、うんうん、分かってたから作ったよ、うん、障害があるないとかっていうのが、うん、そういう区分じゃないよねみたいなやつを作ってるわけ、うん、もう本当はもう少しちゃんと言うべきなんだろうけどまあ僕の会社じゃない、うん、もう今手離れてるからね、うん、そういうの作ってたわけ、うん、で理屈では分かってたけど、うん、やっぱりね、なんか感覚で理解してなかったのが、うん、なんか急にあのヘレンケラー本当あんな感じ、うん、水触ってたら、
今までも触らせてもらってたのに急にわかるみたいな感じで、わかるみたいなのは、やっぱり僕があれは言語やではない知性を使ったんだと思うんだよね。なるほど。違う知性で理解してるわけ。で、違う知性で理解してるから、もう言語化もできない。なるほど。もうその瞬間稼働したんだよ。クロスオーバーしてないから、そこが。みたいなのがあって、ああいうのを、じゃあ論理的に説明しないといけないですとか、論理的に説明できない限り意味がありませんって言われたら、もうそれに伝わらない、多分。もう言ってやってみて、みたいな感じ。で、伝わり方多分ね、気づき方人によって違うよ、しかも。そうか、そうか。定型化できない可能性があって、あの気づき。ああいうのも、なんていうかな。悟りだろうな。まあ、一つの悟りだよね。悟りだよね。小さい悟りと書いて、正悟ってやつだよね。あの、一つだろうね、ほんと。紙一枚積み重ねた、ちょっとの悟りなんだろうけど。あれはだからやっぱ言って、何回か体験して、本当にその悟りと死ぬほど遠い何かをずっと聞かれてるわけじゃん。そこから急にそれが分かってくるみたいな経験は結構衝撃だったかな。普段その知性あまり使わないから。基本的に同質な空間の中でいるからね。あの論理的に理解するみたいな、この前の回で収録したあの宗教を論理的に理解しようとするみたいな。だから、その、いや、その知性使っても分かんないんですっていう苦笑いをされる。そうだね。その通りだと思う。かぁ、面白い。面白いね。面白いね。ちょっとこれは、面白いしか言えないけど。っていうのもあるよっていう、あるかもねっていう話でしたね。まあ、あの、なんかのエビデンスに基づいてるわけじゃないんで、おいおいね。おいおいね。どっかで研究するかもね、僕たちも。そうだね。あの、死と老いと障害の歴史をやるから、そこでももしかして研究できるかもしれないね。新しく出てくるかも。まあ、その、じゃあ知性って何パターンあるんだみたいなの頑張って探してみるみたいなのもなんか僕たちがやってもいいよね。そうだね。歴史上でね。そう、別に大学がやんなくてもいいなって思う。ああ、面白い。ここではこういう知性発揮してる気がするねとかいうのをなんかこう、どん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 出していったり。確かに。この時代のここではこの知性が重宝されてるみたいな。そうとか、あと職人に会いに行って、職人の人とか、京都の職人のさんとかに、とか料理人の人とかに会いに行って、どういう知性で作ってるかみたいなものを観察して言語化しようとしてみるみたいなことをしてもいいんだけどね。確かに。まあまあ市場経済上で回りませんわ。全然回りません。っていう感じですかね。感じですね。はい。以上になります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。